ライデン。ライデン、ラン、ライデン、デイデンとも表記するは、オランダ南ホラント州の基礎自治体、ヘメエンテ。アムステルダムの南西 36km に位置する。オランダ最古の大学都市であり、画家、レンブラントの記事である。日本では、シーボルトコレクションを所蔵する、日本博物館、シーボルトハウスや国立民族学博物館がある、ことでも有名である。 現在の雷電近郊にあるローマ時代の定住地の名はマティロといった。しかし雷電にあるローマ時代の要塞は4世紀からのものである。新旧のラインーの合流地点にあたる地に人工的な丘が作られ、そこに雷電ができた。この場所についての記載は860年頃からで、定住地の名はレートンといった。丘の上を本拠地にするデンの領主は最初は ユトレヒト司教に従属したが、1100年頃に、世襲上主が、コラント伯領へ従属するようになった。この伯領は、近くの要塞、ホルトラント、または、コラント領から1101年に名付けられたものである。ライデンは、1047年に神聖ローマ皇帝、ハインリヒ三世によって、略奪にあった。13世紀初頭。 ホランとジョハクアダがオジビレム一世との内戦を戦い、ライデンへ逃げ込んできた。ウィレムは要塞を包囲し、アダを捕らえた。ライデンは1266年に死の特権を授けられた。1389年の人口は4000人程度に増えていた。釣り針とタラ戦争の最中の1420年、バイエルンシュトラウビンク公、ヨーハン三世は、 ライデンを征服するために、自身の軍と共にゴーダからライデン面へ進軍した。ライデンは、新しいホラント女白でかつ、エノー女白、ゼーラント女白である、ヤコバ・ファンベーエーレン、ヨーハン三世の命で、ホラント博ウィレム四世の一人娘に、彼女が白衣を相続して、以来、税を払わなかった。ヨーハンの軍は万全の装備をし、数丁の銃を持っていた。ライデン上手、 フィリップス・ファン・バッセナールと、その他の地元貴族は、ヨーハン三世は、最初に雷電を包囲し、死を囲む砦を制圧するため小さな部隊を送り込んでくるだろうと推測した。ヨーハン三世は大砲を自軍で運搬したが、一つは重すぎて、船で運んだ。城壁で大砲が炸裂し、鉄の玉で縄文が壊され、砦が一つずつ敵の手に落ちていった。一週間のうちに、 ヨーハン三世は、ポールヘイスト、テルドース、ホイクマデ、デジール、テルワールとバルモント、デパテンポールの各城を征服した。6月24日、ライデンの城壁前に、ヨーハン三世委軍が姿を現した。2ヶ月間の包囲戦後、1420年8月17日、市は、ヨーハン三世委軍に降伏した。フィリップス・ファン・バッセナールは白くらいと財産を剥奪。 没収され、晩年を、囚われの身となって過ごすことになった。ライデンは、16世紀から17世紀にかけて、繁栄を極めた。15世紀終わりに、ライデンの繊維量、主に副次確率が非常に重要だった。スペイン軍の追放後、ライデンの織物、ライデンの猛犬、ライデンのラクダ織はよく知られた言葉だった。同じ時代、ライデンは重要な印刷、 出版業の地として発展した。影響力のある画家クリストフ・プランタンは一時期、ライデンに住んだ。彼の弟子の一人、ローデウェイク・エルゼフィル、1547年から1617年は、ライデンで最大の書店を開店し、印刷業を営んだ。現在も、彼の子孫が経営を続けている。1572年、ライデンは、スペイン支配に対する反乱で、 オランダ人反乱派につき、80年戦争で重要な役割を担った。スペイン軍に1574年5月から10月まで包囲され、ライデンは堤防を人為的に決壊させた結果、解放された。水浸しになったライデンの住民へ物資を船で運搬するのを容易にしたのである。前の年に示した英雄的な防衛行動を称え、オランニエコウィレム一世は1575年に、 ライデン大学設立を許可した。ライデン包囲戦最後の日であった10月3日は、今日も毎年ライデンで祝われている。言い伝えでは、ライデン市民が大学か、支払いを避けられない税を免除してもらうかの選択を提案したという。ライデンは、ピルグディムファーザーズの地としても知られる、北米のニューアムステルダムへ最初に移住した人々と同様である。 彼らは新世界のマサチューセッツとニューアムステルダムへ出発する前、17世紀初頭の一時期この地で暮らした。17世紀、フランドルからの難民によってある、低通り物産業が促進されたことから、ライデンは繁栄した。1574年の包囲戦の間に1万5000人の人口の三分の一ほどが失われた。 それが1622年には柴叩く間に4万5千人に回復し、1670年頃には7万人に迫った。オランダ黄金時代、ライデンはアムステルダムの次にオランダで大きな都市となった。17世紀後半からライデンは急に衰え出した。主に織物産業衰退が原因であった。19世紀初頭、製造業が ライデン経済の中心に残っていても、盲線産業は完全に途絶えた。この衰退ぶりは人口減少によって明らかになった。ライデンの人口は1796年から1811年の間に3万人ほど減少し、1904年には5万6044人となっていた。1807年1月12日夕方、ライン側に停泊中のボートが横転し、 積み荷である七十たる合計一万七千四百キロもの火薬が爆発した。一瞬にして吹き飛ばされた区画だけではなく、原油の倉庫などもあったことから大火災が発生し、百五十一人の死者二千人を越す負傷者二百二十棟の住宅が崩壊する被害が出た。フランスのナポレオン政権下にあった当時のオランダ、ホラント王国は英国と交戦状態にあったが、 英国からも多数の救援物資や義援金が到着した。また、前年に即位したばかりであり、ナポレオン政権下の傀儡オランダ国王であり皇帝、ナポレオン一世の実定にあたるローデウェイク一世、ルイ・ボナパルトは、私的にライデンを訪問、犠牲者への援助を行った。これにより、同地市民からのルイの支持率が上がった。1842年、 ライデンハールレム間の鉄道網が開通し、1年後には、デンハーグへの鉄道が完成した。一部の社会的、経済的状況の改善の結果である。しかし、市民の人数は、1900年にまだ5万人を上回らなかった。1896年まで、17世紀の堀を越えて、ライデンは地域を拡張し始めていなかったのである。1920年以降、新たな製造業、 缶詰製造業や金属製造業などが市内で確立した。第二次世界大戦の間、ライデンは連合国軍の爆撃でひどく打撃を与えられた。鉄道の駅周辺地域とマレワイク地区はほぼ完全に破壊された。現在のライデンはオランダ市の重要な一部を担っている。1574年のスペイン軍による包囲戦最後の日である10月3日は、 毎年祝われ、1日中休日となり、パレード、祭りがあり、ニシンの郷土料理と白パン、野菜の煮込み、フッツポットを食べる。しかし、オランダ市の最重要の一部はライデンが貢献したオランダ憲法である。ヨハンルドルフト・トルベッケ、1798年から1872年は、1848年4月にライデンの自宅でオランダ憲法を執筆した。 ライデンは、死の周囲の地帯のための商業と貿易センターとして、重要な機能を持つ。ライデン大学は、1746年にピーテルファン、ミュッセンブルークにより発明された有名なライデンを、含む、多くの発明品のために有名である。その他に、平家カメルリング・オネス。1913年、ノーベル物理学賞が1908年に、ヘリウムの液化を初めて行い、 低温物理学の発展に貢献した。アルベルト・アインシュタインは、駆け出しの学者の頃から一時期ライデン大学に席を置いていた。アムステルダムスキポール空港が、町の北東 25km の位置にあり、ライデン中央駅より鉄道で15分、1時間に6本程度運行。アムステルダムからロッテルダムを経由して、ベルギーとの国境のフラールディンゲンを結ぶ高速道路、A4? A4 のバイパス的要素の高速道路 A44 が自治体を通過している。ライデン中央駅はオランダ鉄道のアムステルダムとロッテルダムを結ぶ幹線上にある駅でロッテルダム方面へのインターシティが1時間に2本、同快速が2本、デンハーグまでの列車が1時間に5本、アムステルダム中央駅行きのインターシティが1時間に2本、同快速が2本、 ユトレヒト中央駅行きのインターシティが1時間に2本、投業されている。アムステルダム中央駅までの所要時間は約35分である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。